エリジロサラグモネリエネイテデ,デケイタは、クモモク、サラグモカに属するクモの一つである。大きめのサラグモ類の中ではごく普通種で、市街地でも見られる。種小名は、多い領事にちなむ。体長は死ゆとも3.8から4.5センチメートル。体色は、メスでは、東京部は、卵形で、大々褐色、腹部は楕円型で。 背面中央には3体ほどの黒縁が8の字のような形で並び、周辺に黒い輪郭の外側に白い反紋が並ぶ。円白ザラグモの名はこの白斑による。中央の黒い反紋は個体差があり、はっきりしない場合もあるが、周辺の白斑は、はっきりしている。この白斑の外側は黒くなっており、そのため、脇黒ザラグモという異名もある。ふわしは、高下色。 オスは全体にほぼ黒色で、白縁さらぐものオスに似ている。山地から都市部まで広く見られる普通種で、公園や庭園、水田周辺や川原、雑木林から森林の林園部まで見られる。草の間の高くないところ、せいぜい20センチメートル程度の高さのところ、落ち葉の間、倒木や石の下など地表に近いところに、シート状の網を張る。 網の直径は8から15センチメートル程度。サラグモの縄子の類が中央がくぼんだシートを張ることにより、そのくぼみが上か下かで伏せ皿、受け皿というが、この種ではくぼみがほとんどないので、シート毛という。糸には粘性がなく、蜘蛛はその裏面に定位し、シートに虫が落ちると素早く近寄って下から噛みついて捕らえる。生態は5から7月に見られる。日本では、 北海道から琉球列島まで広く見られ、国外ではロシア極東地域、中国、韓国から知られる。小野監修、P341、小野監修、P340 から341焼沼、P67 深海、P148 浅間ほか、P81。ありがとうございます。